今回のぶっこみの宅はいよいよ五冠になりました。あのワニブチさんと竹丸さんがトイレで、学校のトイレでね、もう喧嘩しているところに浅川拓がトイレからね、うんこしたところで出てくるわけなんです。遭遇したわけなんですけども、まあ、拓ちゃんがどうなるかと言いますと、まあ、結局はね、竹丸さんにボーンとぶん殴られて気を失ってるうちに、なんか気がついたらね、誰もいなくって、浅川拓ちゃんは保健室に行って少女 M と出会うっていうところで、まあ、一旦切れるわけなんですよね。で、時を同じくして、同じ学校の駐輪場ではですね、まあ、バイクで帰ろうとする誰だったかな、爆音小僧の真島さんっていうねメンバーがいるんですよ。リーゼントで髪が赤いのかな、なんかそう、同じクラスのと、ヤシャ髪の内海くんっていうのがね、駐輪場で鉢合わせしてちょっと怠慢が始まるっていうところで駒が変わるんですね。その他ですね、湘南に遊びに来ていた爆ラテンのヒロシとキヨシっていうのがいるんですけども、これがですね、湘南の極悪長っていう、まあ悪そうな強そうなやつと出会うんですよ。この極悪長の何がしさんっていうのは、何々さんっていうのは、向こうにね、あの麻婆君を見つけるんですよ。で、お、麻婆君とちょっと喧嘩でもするかなと思ったら、お前何見てんだよって感じで、爆ラテンのヒロシが声をかけてきて、で、麻婆君は気づかねえだって言っちゃうところで、極悪長と爆ラテンのこの対マンが始まるかなって時に始まらないんですよね。まあ、ここはですね、いろいろとあって、結局極悪長がバイクでビューンと去っていくんですけど、その途中に、駆け寄ってきた3人のね、なんかヤンキーさんをすれ違いざまにボーンとぶん殴って気を失って去っていくというところでございます。で、爆ラテン強えなみたいな感じでヒロシとキヨシが見送るというところで画面が変わるんですけども、その後どうなるかなっていうところなんですけどね。結局ワニブチさんが帰ろうとした時に声をかけるのが、保健室にいた浅川拓ちゃんと知り合ったあの少女 M だったんですよね。で、そのワニブチさんは帰る途中に、そのなんですかね、怠慢をしてるやつがいたじゃないですか、ヤシャ神の内海くん、彼をおい、ちょっともう帰ろうぜみたいな感じで連れていくと。で、その威圧感を、ワニブチさんの威圧感を見て、ちょっとやばかったなっていう風に感じるのが爆音小僧の真島さんということでね、大体こう力関係とか、校内の勢力図がだんだん分かってきたかなっていうところなんですよ。で、ここにですね、別の地区が絡んでくるんで、これからまたややこしくなるんですけども、さていかがでしょうかっていうところですよね。まあいろいろあったんですけども、竹丸さんが要するに魔王くんの爆音小僧を潰しにかかってるっていうのが4巻の趣旨なのかなと思いますよね。まあでもここら辺に来てね、この人間関係もよく分かんなくなってきましたね。で、結局はその青蘭高校っていう学校のトップを誰が取るかってことを未だに揉めているっていうのがだんだん分かってきて、3年生にワニブチさんっていうのがいるんですね。で、その彼女が、あの、例のタクちゃんが保健室だった萌子さんっていう、こういう関係なのかなと思います。で、ワニブチさんは、フェアリー Z じゃなくて、RX7 じゃなくて、何に乗ってるのかよく分かんなくなってきました。ちょっと私のね、記憶違いで、CRX なのかな、なんか分かんないけど、とりあえずね、車乗ってるんですよ、高校生の分際で。どうなってるんでしょうかね。で、ワニブチさんはなんか怖い感じなんですよ。で、無口であんまり語らないし、で、ハードラックと、ダンスっちまったみたいなこと言うんですけど、ね、無理なね、振り仮名打つなって感じなんですけども、まあしょうがないですね。で、なんかいろいろと喧嘩が始まる、なんか全ページ喧嘩ですよ。あ、これワニブチさんの車、これ何なんですかね、ちょっとわかんないですね。グレーサー Z かな、まあ、俺なんかよろしくメーカードックじゃないんですけども。で、ほら萌子さんと二人で去っていくんですよ、ね、二人付き合ってるんですよね、きっとね。はい、ということでね、まあ4巻が5巻か、5巻の概要はこんな感じです。結局誰が学校のトップを張るかっていう問題と、あとは湘南で横浜下道のね、秀人くんがちょろっと出てくるんですけども、湘南全体をどうなるかってことが同時進行していて、このあとね6巻7巻ぐらいで、まあ青蘭高校が多分一つにまとまったぐらいになって、その湘南にまた立ち向かっていくみたいな感じなんじゃないかと思うんですけど、どうですかね。にしても青蘭高校ってなんか暴走族しかいないみたいな、生徒全員暴走族みたいな感じになってきてよくこんな生徒たちをね入学させてるなというところでございますけども、まあ古き良き時代の、なんかちょっとこじらした学校かなっていうところですね。まあでもね、漫画の中だからね、こういうのはあり得るかなってことです。というところですね。まあ今回は以上でございます。あとね、もう数ページあるんですけども、なんかよくわかんないです、五感になってくると。人間関係が特に、とりあえずワニブチさんは怖そうだっていうのと、竹丸くんがなんかね爆音小僧を潰そうとしてるぞっていうのが
5巻まででまとまったんじゃないかなと思います。ではまた6巻でお会いしましょう。